ふんきこ弁当、またはふんきこ鉄路弁当。反対アザ中国語、ふんきこ鉄自弁当は、台湾海予試験、竹崎郷中華村ふんきこ発祥の駅弁をもとにした弁当。ホームでの駅売りはなくなってしまったが、駅周辺のふんきこ牢街にあるホテルや飲食店などで、現在も販売している。日本統治時代に、台湾各地でも、鉄道駅で弁当を即売する。 露天商が出現していた。また、ふん湖駅があり森林鉄路での重要な拠点駅であり、初期の列車はかよし駅から有山まで7時間かけて運行していたため、ふん湖が上下列車の交換、機関車への給水地点であり、朝にかよし駅を出発した乗客だけでなく、乗務員の休息拠点も兼ねており、昼食時間帯だったことから食事の需要は存在していた。 戦前は駅そばが売られていた。戦後は、林務局玉、三輪館所の福利委員会がその従業員への弁当を用意するようになったが、当時は長時間の運送中に変質してしまうことを考慮し、奮気古近辺の店舗で調理されたものを調達することになった。民国50年代、中高号列車が有山線での運行を開始すると、 ふんきの食堂から駅へ届ける業者が現れ、ふんき弁当を買い求める観光客が大幅に増加した。最盛期には1日2000個が売れたという。ぼつきつかふんきこ弁当、ほうボツぼついたるかあマとフレーズが流行するほどだった。民国70年代にアリやマ航路が開通すると、鉄道利用者の減少とともに、弁当の販売量も1日20個足らずと打撃を。 受けた。それでも、有山線が観光鉄道として再生が図られると、マスメディアに取り上げられたり、2002年6月より、統一庁所との共同開発で、地元以外での販路が拡大し、注目度が上昇した。翌2003年には50周年記念版と銘打った限定メニューを展開、それ以来1日6000食が売れるようになり、2009年には、 弁当の60周年と名打ち、食堂経営者とセブンイレブンが1年かけて開発した限定版を、同年夏に起きた88水彩からの復興祈願も込めて販売するなど、現在も噴気庫観光の木玉となっている容器も、初期は保温を意識した金属製だったが、木製、紙製と時代ごとに変遷している。ありがとうございます。